スマートテレビスマートテレビとはインターネットの特徴を現代のテレビセットやセットトップボックスへの統合やコンピュータとテレビセットセットトップボックスの技術融合する現在のトレンドを表現するときに使われる用語。コネクテッド TV とかハイブリッド TV とも時々呼ばれる。IPTV、インターネット TV、WebTV とは別物である。これらの新しい機器は オンラインインタラクティブメディア、インターネットテレビ、オーバーザトップコンテンツにより重点を置いていて、全世代のテレビセットやセットトップボックスが重視していた伝統的なブロードキャストメディアに焦点をあまり当てない。現代のスマートフォンがインターネットウェブウィジェット、ソフトウェアアプリケーションを統合している方法に類似しており、それゆえ名称も類似している。スマートテレビを可能にする技術は、 テレビだけでなく、セットトップボックス、ブルーレイ再生機器、ゲーム機、宿泊施設のテレビ設備、及び他のコンパニオンデバイスなどの機器にも組み込まれる。これらの機器は、ウェブ、衛星テレビチャンネル、地元のケーブルテレビチャンネル、ローカルハードディスクドライブから視聴者が検索し、ビデオムービー、写真などのコンテンツを見つけることができる。スマートテレビは、複数の機器を要せず、消費者は、 薄型テレビさえあれば高度な提供物が見られる。つまり、番組提供業者から提供される幅広い番組に、加えて、外付け HDD、クラウドストレージ、YouTube 等に置かれた利用者生成物の容易な閲覧も可能である。SNS のような高度な双方向性、お及び恣意的な利用が可能であることが求められる。昨今、双方向の参加を可能にし、好きな時に、 番組が見られることはメディア消費動向に合うためスマートテレビやセットトップボックスは有料番組提供者の間でますます一般的なものとなっている複数の業者にソフトウェアのフレームワークやミドルウェアとして使用されている有名なスマートテレビプラットフォームアプリケーションソフトの一覧画像表示機器を別途用意する必要あり標準化団体によって管理 特定のエディタによって管理。日本でも各メーカーが上記のようにスマートテレビを発売している。2013年7月、パナソニックが発売するスマートテレビのテレビ CM の放映を民放各局が自粛していることが明らかになった。自粛の理由についてアリブの規約違反で自粛ということになっている。アリブは日本の携帯電話やデジタル放送に関する 標準規格策定を行っている業界団体であり、通信業界、放送業界、製造名からで構成されている。アリブによると、テレビとして発売する以上は、テレビの電源を入れたらまずは、テレビ放送のみが表示されるようにするのが、好ましいというルールがあるが、パナソニックのスマートテレビは、テレビの電源を入れたら、テレビもネット等も同時に表示されるため規約違反では、 ないかということであり、テレビと他の画面を同時に表示は禁止ということではない。ありがとうございます。